ニューヨークの魅力はまずオフェンシブであることまあ攻撃的じゃん、はい、自分がやりたいと思うことはどう思われるとか置いといて、うんうん、もうガンガン表現していかないとヘラヘラしてるやつとかなかなかあんなとこ住まれへんやろうなっていうような場所やな。今日のインタビューさせてもらうお二人はですね、ATZNYC ヒーロー第一人のベオリン、一日一つのハイペースで毎日アーティストや偉人のモチベーショナルなインタビューなどを和訳し、インスタグラムとツイッターにアップ。オリジナルアパレルアイテムなども提供があり、毎日の動画とアイテムで頑張るあなたを陰から支えるブランド、ハードだからこそ美しいあなたの人生を照らす何かを、ということでね、そんなエントリーズの2人をちょっとインタビューしていきたいと思います。じゃあ、 まあそんな感じでね、まあ、ニューヨークに住んで、そっからまあ、DJ、MC として活動して、で、まあ、服をうるさいと作ろうみたいな感じになって、そっからじゃあ、まあ動画翻訳みたいな感じに、インタビューみたいなのになってたってことですね、はい、うんうん、どうですか、ニューヨークの街と、ニューヨークという街の魅力についてちょっと2人から。まあなんかエネルギッシュっすよね、やっぱり、うん、まあ、いろんなとこから集まるじゃないですか、うんうん、まあまあ日本も、まあ、東京とか大阪はそういうとこあるかもしれないですけど、ニューヨークってほんまになんかかましたろうと思って来てるやつらばっかりやと思うし、そうで、なんかやっぱそういう中でね、いてるとなんか自分もやらななって思わされるし、うん、うん、なんかまあ魅力だらけっすよねそうっすね、ニューヨークは最高ですね。まあ最高だよ。いまだにやっぱ世界で一番かっこいい街やなとは思うっすね、僕は。言い方悪いですけども、真下というか、底辺からね、もう上見れへんぐらいのレベルまでがいるじゃないですか、うん、そこに。なんかそれがすごいというか、それもすごいというか、そうそう、うん、頑張らななって思わされますね。でもどう、周りの人にさ、家族とかさ、まあ、友人関係、まあ、普通の人たちね、こういうこっち側の人たちじゃなくて、にこうかなりリスク取ってると思われてるでしょ、向こうに住むのが。そう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 、まあそうですね、うん、うん、まあ、確かに住んだだけで、うん、すごいなっていう人とか、ね、いるよねそうですね、だからなんかそれってこうブーンとも話したんだけど、そのこうなんていうの、振れ幅がでかい人生が好きかどうかっていうところにもかかってきてると思うんだよね、うん、結構みんな安定を求めるじゃん、日本人はさ、うんうん、ニューヨークの魅力はまずオフェンシブであること、まあ攻撃的じゃん、はい、そう、世界一オフェンシブなんだよね、うん、であれがなんかいいのよ、うん、でもあれがいいと思えるかどうかだと俺思うのよ。だからなんかそのパイレーツ・オブ・カリビアンの世界は海賊が行きやすいみたいな感じの、うん、まあまあでも何かにでも躊躇してるやつは速攻置いてかれるようなイメージありますね、街として。なんかまあその DJ のシーンもそうやし、確かに、うん、なんか自分がやりたいと思うことはどう思われるとか置いといて、もうガンガン表現していかないと、その自分のスキルがどのレベルにあったとしても、足りてなかったとしても、なんか自分がガンガンいかないと、躊躇してるやつにくれる時間はマジで1秒もなさそうやなっていう街でしたね、僕的には。確かに、うん、でまあニューヨークもさることながら、もう我々は全員さ、この住んでたエリアがさ、はい、まあ、ポンポンポンみたいなところに住んでたわけじゃん、はい、で、まあ、大地とかさ、まあ、そこまでなんかニューヨークだけ話したことなかったけどさ、でも俺デンと一緒にいたからさ、うん、デンのとさ、なんかミーティングなんかで話したらさ、大地出てくるみたいな、横からみたいな、ルームメイトだからさ、はいはい、ああいうのあるよね、なんかそのルームメイトあるあるみたいな、あ、いたんだみたいな、聞いてた話みたいな聞こえてるみたいなさ、そうそうそう、でブルックリンっていう街の魅力もまたあると思うんだよね。またそのニューヨークっていうの中でもブルックリンってちょっと特殊じゃん、うん、どうでしたかブルックリンの生活は。ブルックリン、まあよかったっすよね。まあ僕ら特に住んでたところって、まあジャマイカ人とかカリビアン系のところじゃないですか、うん、そうし、パークサイドとかあの辺って、だからまあなんかもともとやっぱりレゲエが好きで、まあ、ニューヨークに行くきっかけもまあ
まあ、レゲエっていうところはあるんで、なんかその中で居心地は良かったっすね。まあ、ムカつくやつとかもいっぱいおるっすけど、うん、だからそういうことよ。だからあの海賊にとってはあのパイレーツ・オブ・カリビアの世界が居心地いいみたいな感じやねん。そうだよね。結構まあまあなんつうやろ、ヘラヘラしてるやつとかなかなかあんなとこ住まれへんやろうなっていうような場所やなとは思うんですけど。まあそうだよね。まあ殺人事件とか結構あったもんですね。なんかあれの時はいた、なんかこうロードストップになっちゃった時でなんかジャークチキン屋の目の前でなんか人を、そうですよ、僕だって6時間ぐらい家入られへんかったっす。あ、その時いた。うん、俺上からなんか YouTube でも話してんだけど、うん、見てて、うん、あの逃げていく車とかも俺見てるから、その瞬間見てるのよ。そうそうそう。で、なんか全部ロードストップになっててね、はい、あのイエローテープっていうの貼られて、で、まあジャークチキン屋の下だったんだけど、フラットブッシュのあのバン、なんか俺 テレビかなんか見たの、なんか日本のドラマかなんかをなんかパソコンで見てたの、はいはいはい、そしたらすごいあの近くで銃声になったから、バーってこう窓開けてたら、なんかまあ女の人がおまがおまがみたいに言ってて、ブワーってこう、はいはいはい、走り去っていくみたいな車が、あ、撃たれたんですか。そうそう、撃たれ、人が撃たれて、で車が走り去っていくみたいな、うん、そうそうそう、そういうのとかあったからね。まあそこはちょっと、でもどうなんだね、あそこの手前ぐらいから開発進んでるんだよね。もうだからそう、プラスベッドパークとか僕が住み出した頃とやっぱ帰る時でも今も多分そうやと思うんですけど、うん、白人とかもだいぶ増えてきて、だいぶ増えてきたよね、あそこら辺もね、うん、プラスベッドパークとかね、うん、そうだよね。だから俺らが行った時さ、あのあそこら辺のフットでいうとカサノバとかさ、はいはいはい、ね、はいはい、あのポパイの裏が、はいはい、実家だとかって言ってて、そうそうそう、そうなんだよね。まあでもやっぱりブルックリン好き。あ、好きっすね、好きっすね。ニューヨークの中でどこが好き、2人を。場所っすか。うん、まあ、場所っていうか、そのだからリージョン的にここはこうみたいなのあるじゃない。俺ね、うん、ワシントンハイツ好きなの。ワシントンハイツどの辺でしたっけ。ハーレムのもっと上。ああ、なんか寂れてね、情緒がすごいあるんだよ。はい、僕でも一番好きな場所で言うと、ウィリアムズバーグですね。それは普通だね。それ全然海賊じゃない。でもあれさ、いわゆるさ、日本でさ、なんかよくけんあの内装とかさ、うん、あのいわゆるなんかブルックリンスタイルみたいなのあるじゃん。うん、あれほぼあれ、ウィリアムズバーグのことだよね。ああ。多分あれ、その、なんていうの、その、そういうフットの方じゃないじゃん。あ、はいはい、そうそう、まあ、そうですね、そうですね。そう。ってなると、ウィリアムズバーグとか、まあ、ロリマーあたりとかはおしゃれなんじゃないかなって、はいはいはい、確かにおしゃれっすね。うん、ウィリアムズバーグで何したん、何してたってことですか。うん、何してたっすかね。まあ遊んでたっすね。なんかおしゃれな店とかも多いじゃないですか。そうだね、あの、ね、顔もあるしね。はいはい、はい、うん、なんで僕は好きやったっすね。なんかバーとか行ったりとかするのが、あの辺の。ああ、なるほどね。クラブ行くって感じはあんまりなかったっすけど、ウィリアムズバーグでは。キンフォークでしょ、やっぱ。あー、キンフォーク。キンフォークはないでしょ、もう。あ、そうなんですか。ないと思うね、多分。うん、レスティンピースとキンフォークっていうか、なんか誰か返すの。そう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 。まあ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 。そんで、まあ、またニューヨークに帰りたいとかって希望とかってありますか。まあ、そうっすね。完全に帰ってきてからも帰ったんですけど、うんうん、でもその時はまあ DJ のあれで行ったんですけど、うんうん、もうちょっと自分の力がないとなんかニューヨークに恥ずかしいなって感じはしましたけど、はい、なんか自分のあれがもうちょっと成長して帰らないと、成長してから行かないと、はい、なるほどね。まあ、迷った、前に住んでた時みたいな感じでは降りたくないかな、うん、ある程度自分がもっとレベルアップして、レベルアップしてから行きたいかなっていう、うん、まあ、当時は若かったっていうのもあるんで、何でも行ったれ精神で行けてたところやけど、もうニューヨークにもちろん戻りたいか戻りたくないかやったら僕は戻りたいですけど、まあそりゃそうだよね、俺戻りたい。まあ前の感じやったらなんかいいかなみたいな、うん、そのニューヨークに俺さえすればいいっていう感覚ではもうないですかね、正直。まあそうだよね、うん、まあ年齢的な部分もあるし、まあそうですね、うん、そうかそうか。
で、まあ、エントイージー NYC としては、ね、NYC ってもうついてるぐらいだからね、やっぱニューヨークに大きい思いあると思うんだけど、はい、これからこうエントイージーどうなっていきたいとかっていうのはあるんですか？そうっすね、ちょっとナイキあたりを超えたいですね。ナイキを超えるの高すぎるかな。なるほどね、うん、そのブランドとしてナイキを超えるの。いや、シュードッグっていう本、うん、ナイキのブランディングの話でしょ。そうっすね、はいはいはい、読んだりして余計思ったっすね。なんか面白いなっていうか、どういうところか、めちゃくちゃやなみたいな。なんかまあ駆け出しの頃とかってそんな感じでいいんやと思って、あの大企業とかが、あんそんな適当でいいんやなみたいな。で、後からなんか徐々に形を整えていくみたいな。結構あ、俺見てないけどさ、どういうやつなの？どう、まあ、ざっくり説明すると、ざっくり説明するとただの靴が好きな大学生の、うん、まあ、オーナーというか、うん、あいつが日本に来て鬼塚タイガーが好きで輸入販売の会社やらせてくれみたいな、いきなり本社に乗り込んでいくんですよ。へー、それが最初なの？最初で、そんな輸入販売とか正規の代理店アメリカにないから、君の会社なんやねん、なんていう名前やねんって言われた時に、うん、なんかその辺にパッて、ね、目についたやつかな、なんかまあ適当にブルーリボンとかって答えて、うん、で日本のその偉いさんたちがそれ信じて正規の代理店で出発するんですけど、で結局それもバレて訴えられてめっちゃ金とか請求されるんですけど、うんうん、まあなんとか乗り越えてやっていくみたいな。そういう感じなんだ。店員と維持、それナイキをベンチマークにしてること？いや違う、そんなことないですけど、まあなんかもそのイメージというかスポーツ的な人らも結構見てくれてると思うんで、あそういう、まあなんか着てたらテンション上がるというか、うんうん、機能性以上に、うん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 、そういう方にも行きたいかなと、うん、まあまあ結構今ヒップホップというか音楽一本に近いところがあるんで。そうだよね、はい、だから基本的にはだからそのこうグッズを売っていきたいってことだよね。グッズとかそのブランドっていうものを確立して売っていきたいってこと。まあそうですね、そうだよね、うん、でその中でそのまあ一つのこうプロモーション戦略として動画の和訳だったりっていうのがあるってこと、はい、そうですね、で、うん、まあもっと手を広げれると思うんで、毎日まあ、アスリートもそうやし、うん、まあ、毎日当たり前に9to5で働いてるサラリーマンとかも、まあ、もちろんモチベーションがないときついじゃないですか、うん、満員電車に揺られまくってみたいな。だから、まあ、ある程度もうちょっと母数を広げていけば広がる、なんか食らってくれる層とかも多いんじゃないかなと、まあ、確かに思ってるんですけど、うん、うん、なんかでもさっきのさ英語日本語の話リリックの話もそうだけど、うん、まあ、なんかこのこうみんながさこう生きてる世界ってもそれぞれ違うじゃない。まあその日本に生きてる人でサラリーマンの人もそうだし、俺らみたいな人間もそうだし、まあ、またこうフットに生きてるじゃあブラックラテンの人たちが見てるさ、それぞれが感情をつかまれるところってさ結構違うじゃない。でも、まあ、その全部に共通するみたいなところを掴んでいきたいってところでしょ。その勇気出るみたいな、なんか元気出るみたいな。そうっすね、うん、まあなんか土日を休みに生きてる人生じゃもったいないかなと思って、うんうんうん、なんかニューヨークとかって、まあ、もちろんそういう人もいっぱいあると思うんですけど、なんか夢持ってというかなんかやりたいことがあって来てる人とかが多いじゃないですか、うん、そういうマインドセットに近いものをなんかまあヒップホップの畑であったりスポーツとか、うんうん、一般の層にもまあ広げていければ何かいい影響を与えれるんじゃないかなと思うんですけど。確かに、はい、まあ結構しあのエイントイージーのそのインタビューのやつ見てても、はい、結構そのシンプルな言葉でこう語られてるものが多いじゃない、はい、でさ英語の、まあ、リリックもそうだしああいうインタビュー系もさシンプルなんだけど、この英語であるがゆえにこういろんな意味に取れるとかってよくあるじゃない、うん、だから結構なんかそういうの見てね一般の人もこう知るきっかけになってくれたらやっぱ一番いいよね、うん、じゃあこれからの動きはエントリーズのこれからの動きは具体的なやつは具体的なやつはまあ横浜でポップアップが決まってるぐらいですかね。ああそうなの、はい、でまあ T シャツ出したりとかまあいろいろしていくって感じです、うん、この T シャツのコンセプトは縛りやなんかもう思いついた順にやってるってこと。そうですね、うんうん、思いついた感じでまああんまり誰でも分かりすぎないところを言ってるのかもしれないですけど。なるほどね、はい、うん、誰でも分かりすぎず誰も分かんなすぎずみたいな感じだよね。だからそういうことだよね、うんうん、でこれはエントリーズ NYC の T シャツ、はい、でこれはボビーコールドウェル、
そうですね。この間亡くなった。亡くなってしまってベンチからいなくなってるという。あ、ベンチにいたんだそれ。そうなんですよ。もともと座ってたんですよ、こうやって。はい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 。でも、まあ、いなくなってるっていう。っていう、あ、コンセプトなんです。はい。まあ、レスティンピースってことね。そうですね。いいですね、いいですね。これかわいいですね。じゃあ、まあ、皆さんですね、そんな感じで、AntoEasyNYC、Twitter、それから Instagram、はい、そして、こう、サイトがあるんでしょ。まあ、そうですね、そうですね、うん。はい。全部チェックしてくださいっていうことで。お願いします。お願いします。はい。まあ、大体こんな感じでインタビュー終盤なんですけど、はい、まあ、何かこう一言ずつどうぞ。これからもチェックよろしくお願いします。いつもありがとうございますということと、引き続き頑張りますんで、はいはい、ちょっとネタ切れ寸前になりそうな日々もあるんですけど、はいはい、毎日ちょっと頑張るんでよろしくお願いします。ありがとうございます。いつもありがとうございます。はい、じゃあそんな感じで、はい、今日終了です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。